non più dry farfalloni amoroso notte giorno。はいどうもこんにちは、カジマックです。マイネオ来たって言ってもね、 A プランだけ、 D プランまだ来ないんすよ。で、皆さん D プランは先行予約しました？なんと D プラン先行予約は2万3000件にも及んだそうです。で、D プラン初日の申し込みは5000件、意外と少ない気もしないでもないんですけど、複数申し込みされた方もいらっしゃるはずなんで、実際のユーザー数はもうちょっと少ないっていうことですかね。まだまだ様子見っていう方もたくさんいらっしゃるかと思います。ってことで、想定内ではあったんでしょうけど、9月1日8時頃に A プラン D プラン両方申し込んだんですけど、 A プランは3日に到着でもね、 D プランはまだ来ないって言ってる。まさにこの動画撮ってる時にやってきそうなんですけど、とりあえず A プランだけでも先に動画撮ってっていうお声をいただきましたんで、今日はサクッと軽く見ていきたいと思います。でもさすがに SIM の開封はいいかなって思って、っていうかあんまり見せられない部分も多いんで、もう開封して使い始めてます。でもね、すでにちょっと失敗したものがあります。そう、 HWD14、 これ実用性の検証はまだなんでダメってわけじゃないんです。でもね、マイネオ開通して一番やってみたかったのは A プラン対 D プラン対決だったんですね。で、僕も以前 HWD14 のユーザーだったんで気づけよって話なんですけど、1年くらい前に上げた YMAX2 プラスの動画でも自分で話してます。実はこの僕の家 YMAX2 プラス圏内なんですね。そしてこの HWD14 は YMAX2 プラスと LTE を任意で設定できない。つまりその時の電波状態によってこの家の中ではどっちに繋がるかわからないっていうね。で、どうやら YMAX2 プラスに繋がる確率の方がちょっと高いみたいなんですね。なんで HWD14 検証用に買ったわけなんですけど、検証には使えない、使えない、使えないってことになりました。ただあくまで実用性の検証は来週か、ひょっとしたら来月になるかもしれないんですけど、また改めてやります。でもとりあえず HWD14 せっかく買ったんですけど、ちょっとお休みして、はい、これ懐かしの HTL21 を引っ張り出してきました。これ僕にとって記念すべき初めてのスマホです。 AU のスマホなんで APN 設定はめちゃめちゃ簡単。マイネオさんの場合 APN 設定って個別じゃなくてオープンなんで、そのあたりも見たいって方、 D プラン来たらそっちでやってみようと思ってますんで、今日は割愛します。ただめっちゃ簡単だったのと、 AU スマホの場合テザリングもいけるんで結構便利でした。これを機に気づいたことがあったんで、ちょっと先にそれをお話ししたいと思います。もともと僕は A プランを HWD14、 D プランを MR02LN で使っていこうと思ってました。っていうのも D プランは SMS オプションつけてないんで、ルーター運用の方がいいと思ったからなんです。で、両方ルーター立ち上げたまま放置しておいて、スピードテストしたい時にスマホに繋いでやれば便利じゃねって思ったわけなんですね。ところが僕の場合、こういったルーター手に入れるとやたら自分の端末あれこれ繋がるように設定しちゃうんですね。いつでもすぐに使えるようにっていう意味では間違ってはないんです。でもね、それがこいつなら問題はないです。使い放題なんで、例えばルーター立ち上げていくつもの端末繋がっても問題ないですよね。ところが今回契約したマイネオ、月間 3GB の制限があるわけです。で、これ高速通信がアプリで制御できるとかっていう話はまた別の機会にしたいと思います。で、何が起こったのか。今回この HWD14 を APN 設定するためにパソコンに繋いだんですね。で、無事に APN 設定終わってから、しばらくパソコンの接続を切るの忘れてたんですね。そしてふと気づいたら、HWD14 のカウンターが 0.7GB ぐらいいっちゃってました。なんでこのあたりは、個人個人の組み合わせもあるし、管理もあるし、一概には言えないんですけど、どっちかっていうとルーター運用するよりも、こういった制限ありプランの場合は、スマホやタブレット向きなんじゃないかと思ったわけです。さっきこの HWD14 の実用性の検証は来月になるかもって言ったのはそのせいです。要は来週スピードテストだけで大方 3GB 使っちゃうかもしれないっていうことなんですね。なんで元々は A プランを HWD14 で、 D プランを MR02LN で、今まで通りプララモバイルは D タブで使っていくつもりでした。でもさっきまでのお話の結果、 A プランを HTL21、 D プランを D タブ、そしてプララモバイル LTE をこの MR02LN で使っていこうと思います。
そのうち出番来ると思います。で、今日久々にルーターでプララモバイル使ってみると、これはこれで便利。ほんと僕は武将なんで、はい、これ Chromebook です。今までプララさんしか SIM がなくて D タブに挿してたんで、 Chromebook 使うときは Xperia のテザリングを使ってました。ところがそのテザリングをすること自体がめんどくさくて、使用頻度が結構落ちてました。でも今日 MR02LN にプララモバイル LTE を入れて使ったところ、もう Chromebook いつでもさっと開いたらネット。MR02LN 電源入れっぱなしで放置なんで、もうこれはほんと便利。なんで改めて使い放題の恩恵を受けるにはルーターの方がいいと感じました。で、その逆に制限付きプランはスマホかタブレット。だってスマホやタブレットを使うとき、いちいちルーター先に構う必要がなくなるんで、結果的に A プラン、D プラン、プララモバイル。この組み合わせがいい感じだと思いました。はい、なんでこんなダラダラ話してるのか。今日はね、もうあとスピードテストして終わっちゃうからです。はい、今午後8時24分。マイネオ A プラン、スピードテストしていきたいと思います。アレクロリアミリタール、ケルビンはラビトリア、アレクロリアミリタール、アレクロリアミリタール、アレクロリアミリタール、こういう結果となりました。ちょっと残念ですよね。これじゃダメ。プララさんもうちょっと頑張ってください。再三お話ししてる通り、モバイルネットワーク迷いの森の闇は深くて暗いです。でもね、プララさんはほんとこの時間ダメ。もっと頑張らないと許されないスピード。でもね、マイネオさんの場合、今日だけでもたくさんの人がスピードテストしてると思います。ちなみに今日のお昼時、なんとスピードテストが20人待ちっていう表示が出ました。で、その時測った結果は 0.5Mbps ぐらい。お昼はお昼で残念。今の時間も残念だったんですけど、もう少し様子見は必要かと思います。ただね、A プランがこうなってくると、ほんと D プラン怖いっすよね。って言ってるうちに D プラン来ちゃいました。でも今日もうちょっと時間ないんで、この続きは次回。どっちにしろ平日の方がテストも参考になると思います。なんで来週、気になる平日の動向をチェックしていきたいと思います。で、ちょこちょこツイッターには情報を流してますんで、もし気になる方いらっしゃいましたら、概要欄に僕のツイッター情報を載せておきますんで、よろしければフォローお願いいたします。ということで、ほんと雑談ですいません。マイネオ A プラン、お昼時も夜のピーク時も、今現在はかなり残念。ただ朝からお昼にかけてと、お昼休憩終わってから夕方まではかなりいい感じのスピードが出てました。なんでまだまだ答えを出すのは早いんですけど、僕のマイネオ体験初日はこんな感じでしたっていう動画でした。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。Che le porre tutti toni all'orecchio fan fischiar non più vrai quei penachini non più vrai quel cappello